こちらで今やっているのはエグゾメックの水の中で沈んでいく特性とゆっくり動くプラットフォームの能力を持ったメガキャロンですね、特性を生かした水中での回収作業になります。プラットフォーム上に乗った状態で移動指示を押すとエグゾメックを乗せたままメガキャロンが進んでくれるので、こういった水中の中で浮いているものに関しては簡単に回収することができます。ちょっと空中だと似たような感じにはいかないのですが、もし似たような機会がありましたらぜひお試しください。